ヌーシャテルは、スイスのヌーシャテル州の州都である、基礎自治体。ヌーシャテルとも表記され、フランス語での発音はこちらに近い。また、ドイツ語では、ノイエンブルクと称される。人口は33,712人。フランス国境近く、ヌーシャテル湖の湖畔に位置している。近世以来、時計精密機械産業が盛んであり、官民合詞のスイス。 電子精密工学研究センターの本部がある。湖岸で栽培されるブドウを醸造したワインも伝統産業の一つである。また、アレクサンドル・デューマがバターをくり抜いたという形容をしたように街並みも美しく多くの観光客も集めている。近隣の都市としては約40キロ東のベルン、50キロ北東のゾウロトゥルンなどが挙げられる。 第一公用語がフランス語のスイスのロマンディ地域に属する。人的、物的交流が西隣のフランスと深く、フランス国家への親近感も強い。スイス全体では EU 加盟に否定的な風潮が強いが、1992年末の国民投票においてヌーシャテルでは約8割の住民が EU 加盟を支持した。修正においては、 1891年より比例代表選挙制が導入された。また、1959年より女性参政権が認められた。資料上で最初に確認されるのは11世紀初頭である。1011年頃、ブルグンと王国のルドルフ3世が居城を構えている。1214年に特許城を獲得した。14世紀半ばに、 ペストの大流行で人口が激減したが、徐々に人口を回復させていった。16世紀前半、深刻な水害に見舞われた記録が残っている。1535年には、カルバンのいとこにあたるオリベカンが、フランス語に翻訳された聖書を発刊した。ヌーシャテルの支配者は時代によって異なり、16世紀初頭より、フランス貴族のウルレアンロン家の支配下に入ったが、 18世紀初頭より、プロイセン王家の飛び地領土となった。ただし、プロイセン本国から離れた場所に位置していたため、実際には、本国の統制は弱かった。その後、1815年より、スイス名役社団に加わるが、引き続き、プロイセン王家の支配にあった。城から見た町と、湖囚人島19世紀前半、時計産業の発展と、 経済成長に伴い自由主義的な風潮が熟成し、住民の共和制移行への要求が強まった。当初はこうした動きが抑圧されていたが、1848年革命への影響を受けて、ヌーシャテルでも民衆放棄が起こり、プロイセンの支配を否定して共和制へと移行した。スイスの諸州はこの新たな共和制政府を承認し、1856年の 君主制復帰を図る勢力が放棄したものの、打倒された。しかし、こうした一連の措置に対して、プロイセン政府は強い反発を示し、軍事介入の可能性が生じた。最終的には、ナポレオン3世が介入し、1857年のパリ条約によって、プロイセンとヌーシャテル政府の間で和解が成立した。 これによって約150年間にわたるプロイセンの実質的な支配は終わり、プロイセン王はヌーシャテルの形式上の君主に過ぎなくなった。この一例の事件はヌーシャテル事件と呼ばれる。大国の動向に翻弄された。この事件はスイス全体における安全保障の問題を各地の住民に意識させることになった。そのために憲法改正が議題に上り、 19世紀後半までに、州の権限は若干抑えられることとなり、中央州権下が促進されることにもつながった。2002年には、スイスで開催された、万国博覧会の会場の一つが置かれた。ヌーシャテル大学があり、多くの学生が学ぶ。1840年、氷河の研究で、氷河時代についての見解を示したルイヤガシーは、同大学の教授であった。 ヌーシャテル城、ジャケ・ドロゴの機械人形。18世紀に制作された。精巧な作りになっており、文章や絵を描いたり、オルガンの演奏を行ったり、できる。スイス連邦鉄道のヌーシャテル駅が、鉄道輸送のようとなる。チューリヒまで IC で、約1時間半、ジュネーブまで約1時間強。フランスの TGV が、スイスのベルンまで乗り入れており、途中のヌーシャテルにも停車する。 そのため TGV を用いれば直通でパリまで向かうことができる。所要時間は4時間強。ローカル線も乗り入れており1時間弱でフランス領に入る。ヌーシャテルザマックスがヌーシャテルを本拠地とするサッカークラブ。2003年にカップ戦優勝を果たすなど好成績を収めたが2006年にスーパーリーグからチャレンジリーグへと降格した。 市政40周年を迎えた1998年に新城市の呼びかけで世界各地の新しい城という意味の名を持つ地方都市の代表が新城市に集まり世界新城サミットが開催された。これを契機として各都市間の市民交流も行われた。サミットは各年で開催されていたが2008年の第6回サミットが最後となった。 イギリス連合王国の入ッするアポンタインが中心となって活動している世界新城アライアンス加盟都市に加盟している。ありがとうございます。